その明治維新の目的はやはり国民国家を作り出すということだったようですね。別にそういうはっきりした意識がなくても相対全体として感じるとそのようですね。ところが明治維新が起こってみて明治10年の、侍の没落を経てですね、してもなお国民国家がなのかどうか疑問のところがみんな感じてたわけですね。国民国家というのは国民が一人一人自分が国家自分の国に対して責任を持って一体感を感じるというそういう心の形もしくはそういう階級のあり方、同時にその国民は国民という名のもとで平等であって、ね、国民という名のもとで人権が守られると、そしてさらには自由であるということが条件なんですけど、どうもそうではなくて憲法がないもんですから、つまり一握りの東京の役人以外はみんな受け身であって何の発言もできないし、そして税金出すだけだと若い者は徴兵に捉えていく、そういうことに耐えられなくなったわけですね。だから明治維新の真の果実というものは花が開いてそして実がなるというのは国会の開設だというのがみんなの目標でした。つまり国会の開設というのは要するにその前に憲法がなければならない。憲法は法にその国が今まで江戸時代まで自然の国だったと、憲法によって法による国、法が最高の位置を占める国、そしてどの人々も法によって守られ法によって権利を持つということでの国民国家、それがやっと憲法で完成するんだと、いうあるいは国会を開くことによって完成するんだというのはわけわからん、どうもわけわからないようなエネルギーですね。もう大変な自由民権運動が起こりました。もうそれは要するに自由民権運動は国会を作れという、国会が明治20
3年でしたか、開設されると開かれるとですね、スッと消えちゃうんです。もうその 自由とか民権とかって、あるいは人権ですね、民権というより人権はどうなったんだ。いやもう国会を開いて我々代表が言ってると、だからいいんだというは言えばいい、そういう具合に悪口言いたくなるほどにスッと消えちゃうんですね。国民になって、法的に国民になったことの喜びをもう感じた、それでいいのかと言いたくなるような消え方でした。自由民権運動はあんだけ明治の一桁の時から盛んになってきて、そしてつづうらうらの不平士族やその下にかつていた庄屋階級を中心にわーっと起こってきたんです。起こってきたんですけども、繰り返し言いますけども、代議士を出せば、あるいは各県ごとに県会議員を出せばそれでしまいかと、もう事実しまいになってしまったのがどうも特徴じゃないかと思うんですけども、でもう一つ言いますと、室町時代の地侍の話をこの前にしましたが、それは江戸時代になって庄屋になったという話しました。で明治になって何の処遇もされなかったもんですから、彼らの面から随分怒ってるわけですね。庄屋階級はその侍階級よりも富はあるんです。侍は貧乏って決まったもんなんですけども、庄屋は電磁を持ってます。で経済も商業に加わる人もいて割合現金がある、あるいは造り酒屋などをやって、富は持ってんですね。不満なのはね、処遇ですよね。江戸時代はまだ庄屋っていうのは、やっぱりちゃんとした儀式の時には侍と同じ姿をして処遇を受けたもんですけども、明治になって俺たちどうなるんだと。でおまけに庄屋の精神っていうのは侍以上にいい面を持ってました。実際に農民の保護者だったもんですから江戸時代に、だから農民のこと知ってる上に農民を守らなきゃいけないと、もう天然自然にその家はそういう考えが染み通ってました。庄屋には他に名主、肝煎りの名称があり、関東では名主と呼ばれることが多かった。その主な仕事は肝煎りの名の通り、村を代表しての他の村との交渉、領主への請願など多岐にわたって様々であった。庄屋は毎日の仕事を自宅で行った。主だった村人がこの庄屋の家に集まり、年貢の割り当ての相談や漁師からのお触れ、会場の書き写し、それの隣村への伝達、村内の土地や水をめぐる揉め事の解決などを行った。当然読み書きそろばんに秀でていることが必要で、庄屋は僧侶、神官とともに村を代表する知識人だったのである。一つの例を挙げますとですね、熊本県と長崎県の、長崎県に近いというところに、熊本県の北の方に荒尾というところがありますが、荒尾村の庄屋は、宮崎という庄屋で、江戸時代宮崎長兵衛さんという人が、長兵衛さんが庄屋をして 村人のために随分尽くしてました。言葉がたくさん生まれましてですね、宮崎当店は一番下です。中国まで行って一生懸命孫文と一緒に中国革命をのために走り回って、で挫折すると日本に帰ってきて何や武士方になって一生を終えた、大変な名文家でもあります。宮崎当店が持っている一番上の子がどういうわけだか八郎というんですよね。その八郎は明治初年にいち早く自由民権運動をやった人で、なぜかというと長兵衛さんというお父さんがですね、
世のために尽くせ、人のために尽くせ、そのために死ねとばっかり教育するんですよ。珍しい教育ですよね。今となればそういう人はいますけれども、江戸時代はやっぱり階級社会なもんですから、そういうの教訓が生きるのは庄屋階級だけでした。息子たちにそう言ってですね、で長兵衛さんのその教育の通りにみんな生きた。息子たちは生きたんですけども、もう一人別に民蔵というのがいるんですが、この人は土地を解放せよ土地を解放せよで一生終わりました。で宮崎東天は中国革命で、長男の八郎は西南戦争が起こると西郷に味方したわけです、仲間を率いて、当時すでに中江町民と交流がありましてですね、住民権運動の卸問屋、思想元思想の卸問屋、これは確かな話で証拠があまりないんですが、町民はどうも熊本に来て、宮崎にお前なんで西郷とやるんだ、西郷とは思想が違うじゃないかと言ったら、宮崎八郎はまだ若いんですけどね、西郷に天下を取らせてそれを後俺が取るんだと。秦国を倒すための辛亥革命で活躍した中国の革命家孫文は、革命に怠らざる者は宮崎兄弟なりという簡単の言葉を残した。この写真は孫文が謝礼のため宮崎家を訪れた時のものである。宮崎兄弟の一番上の八郎は、中江町民が紹介したジャン・ジャック・ルソーの思想に感動、泣いて読むルソーの民訳論の詩を残した。宮崎八郎は西南戦争が起こると民権思想の立場から熊本共同体を結成、薩摩の軍に加わって各地に転戦、八代熊川沿いの萩原堤の乱戦の中で銃弾に倒れた。明治10年4月6日去年27歳であった。政府軍が八郎の遺体を改めた時、その下帯には筆写したルソーの民訳論の一部が織り込んであったのである。その死んだ後ですね、宮崎家の女の人々がまだ若い幼い弟たちに、八郎兄のようにおなり、八郎兄のようにおなり、で若い弟たちは大人になって、子供を産みますとですね、その幼い孫たちに八郎王子のようにおなり、八郎王子のようにおなりと言って、要するに普通なら女の人ですからね、そんな戦争なんかして、住民権運動かなんかなんだか知らないけど非業に終わるというようなことはおぞましいことなんですけども、そういうように言って回ったかいのが、そういうような何というか低金といいますか、家の教えというのが庄屋階級にむしろあったわけです。それが住民権運動のどうも地方地方での担い手だったようですね。これが明治の、つまり明治新聞は薩長土肥が起こしたけども、それをその浄化すると言ったらおかしいですけど、非常に悪しきいろんな折があります、毒もあります。それを浄化する運動として自由民権運動があったわけですが、その自由民権運動はまあ一番純粋な形では宮崎八郎ですね、宮崎八郎ですが、思想としては繰り返し言いますように、中井町民、中井町民土佐の人なんです、足軽の子なんですが、非常に集中力の高い人で、
ね、どうしてもこのフランスに留学したいと、もう初めから意図的に民権思想を持って帰りたいと。それ、政府の留学生で行くんですけど、運動したのは土佐派でなくて大久保に運動したんですね。大久保はどちらかというと国権派なんですけども、大久保がよろしいと言って、フランスに留学させる、自由民権運動を持って帰る、思想を持って帰る。明治7年頃帰ってきたと思うんです。明治7年頃帰ってきて、宮崎八郎が死ぬのは明治10年ですから、その3年間に、中井町民の著作活動が相当活発だったということだし、同時に世間に随分広まって、各地の教養ある庄屋階級の、国家に対する心の拠り所になったように思います。で、自由民権運動者がですね、国民になりたいという運動だったということも理解できます。というのは、愛国という言葉がありますですね。これは明治の初年に作られた言葉ですけど、中国の古典にもないようにあるかもしれないけども、まあ普通珍しい言葉です。ね、無論江戸時代にはありません。愛国という言葉は日本語の中にありません。明治になってできて、しかもそれは自由民権運動者の中から起こってきた言葉でですね、例えば自由民権運動の非常に一つの大きな草むらの一つに土佐がありますですね。土佐は自由民権運動の卸問屋の一つですが、板垣退助だけでなくて、その植木森とかいろいろいます。その土佐に愛国者という自由民権運動の団体ができます。その愛国者はやがて看板が塗り替わって、国会をができるようなようにしましょういう運動 のそういうネーミングに変わるんですが、愛国ということはつまり俺にも愛国をさせよという運動だと思うんですよね。東京のこの会員さんだけは愛国であってですね、なんだけしからんという、だから俺にも国民にさせよ、俺にもだから発言の場所を与えよ、一人前に扱えという運動が自由民権運動だったろうと。だからフランスというような、まあいくらその民約論があれでも、なかなかその通りの心を皆さん持ってたかどうか分かりませんですね。それに無論ルッソーというのは、アメリカの独立の精神にも影響し、フランス革命にも影響した、いわばフランス革命などの一種のシナリオとして、原点として教科書として存在したことは確かなんですけど、日本の自由民権運動にまでそれがそっくりルッソーのままの形で動いたかどうか、そうなるとちょっと疑問なんで、むしろまあ自由というのはありがたいもんらしいということは知ってるでしょう。人権は尊いということは知ってるでしょう。それよりも国会だったんでしょうな。ということはこれよりも国民になりたい、法的な国民になりたいというようなもんだったんじゃないかと思います。中江町民が民約論の名で翻訳したのは、フランスの思想家ジャン・ジャック・ルソーが1762年オランダで出版した社会契約論である。ロベスピエールなどフランス革命の指導者たちにも強い影響を与えたこの書で、ルソーは各個人が自分の持つものすべて、つまり財産から生命までを全体に譲り渡し、そのことによって強い力を得た全体がそれを構成する個人を保護するという契約を構想したのだった。ルソーの言う社会契約では、市民が平等に全体を設立するのだから、
主権は当然市民にある。ルソーのこの考えは世界のさまざまな地域でさまざまな形で民主化の運動を刺激した。ただしルソーの原書では議会主義は否定されているのに、中井町民たちの目標は国会を設立することにあるというように、刺激の受け方には微妙な違いがあった。ベルツ水っていうのは僕ら子供の時にね、こう皮膚につけるベルツ水というのを発明したのは、ベルツさんというドイツの医学者で、東京大学はほんの初期に招いて内科学の講義をしてた人で、その人はもろん日本に住んで日本美意気でしたけども、やっぱりヨーロッパ人ですから、どっかのまあ日本に対して滑稽感も感じたんでしょうね。政府はもう自由民権運動の世論に押しまくられて、明治14年にいやもう国会開きますと、憲法も作りますと言って約束してしまっててですね、その日時も切ってましてですね、明治23年つまり9年のうちに開きますと、国会開きますという約束をして、でいよいよ国会が開かれるという前年だったかな、のベルツの日記を見ますとですね、もう祝賀騒ぎの日本人のこのよくお祭り騒ぎをそのちょっと滑稽に感じてましてですね、みんな国会を開かれることに祝賀していると。しかし憲法の内容がどんな内容なのか誰もご存じないと。でバカに笑う、ベルツがバカにするのも無理ないんで、内容誰も知らなかったんで、何も知らなかったのは伊藤博文が密室でその自分のスタッフと共に書いてたんですから、そしたら漏らさないようにしてたんですから、漏らしたらうるさいでしょ、わーってまた一行一行の問題が起こるから、だから秘密にしていつ以下憲法が発布される、国会が開かれるということだけにしといたわけですね。だから、そういう事情で明治憲法は出来上がるんですが、ちょっとベルツさんの言うのはいけずすぎると思うのは、憲法ができるだけでいいんだという当時の気分、それさっきの話で分かったように国民になりたいだけだと、法的にそういう気分の段階に日本人がいたと解釈してもいいと思うんですよね。だから内容はどうでもいいと、大体ほぼこんな内容だろうともう想像もついてる。まあその内容が出来上がるのは大変でした。実のところ伊藤博文一人とそのスタッフと共に作ったんですが、ちょっとこれは内容にまで至らないように我慢してるんですが、憲法っていうのは堅苦しいですから我慢してるんですが、そして明治憲法が実際に程よく作動したのは明治期いっぱいであって、昭和初年になるとそこから統帥権というのだけを抜き出して軍がそれをこう魔法の杖にして日本の国をめちゃくちゃにしてですね、他の近隣の諸国まで侵略したということがありますので、明治憲法が良かったという話を してるんじゃなくて、やむを得ざる事情で出来上がっていった歴史のその時期の段階であると。でそれを一生懸命作ったのは別に法学部出身でもない伊藤博文なんですね。この人はまあ当時憲法を草案せよと、の草案を作れと言われた段階では高官でした。もう明治10年にもう最後も死んでます。そして長州代表の木戸孝允ですか、公務も死んでます。それから翌年の明治11年に大久保利光も死んでます。だから明治の元勲は全部死んだ後にだいぶ軽いのが出てきましてですね、山形有朋と色と伊藤博文博文が出てくるんですが、博文の方は山形よりも悪が少なくてですね、懐明的で陽気で明るくて、ちょっと女好きという欠点を除けばですね、だいたい物事を吸収する能力は異常なほど強い人でした。
ああもうこれは憲法の時代になってくるなと、自由民権運動家の言ってることは無理ないというような割合物分かりが良かったものですから、これを起草者にしてですね、でそれの調査にドイツに派遣したわけで、ね、そのイギリス憲法にを見習えと言った大久保重信だけだったんですね。ところがイギリスは慣習法の国なもんですから、見習おうにもうまくいかない、歴史的所産なもんですから、イギリスにおける歴史的所産がイギリスの憲法、憲法と言えるかどうか、その憲法ですから、だから成文法のドイツに行く方が自然なもんですから、それに田舎ですしね、ドイツはヨーロッパの田舎国ですから、日本と似たような状態だと、まあ、思ってて、で大ドイツになったのも明治維新とあまり時期が全大して違わない、ちょうどいいじゃないかと。実際はプロシア国憲法を学びに行くんですけども、明治政府というのはですね、一度もまあヨーロッパの植民地になっていればそのまま向こうの人の身を対する身をの身を見まねで文明開化できるんですけども、植民地にならずに独立のまま、独立国のまま全く違う系列の文明を受け入れた国なもんですから、お雇い外国人がいたんですよ、各省ごとに、文部省なら文部省、何省なら何省、その法律に関するお雇い外国人はやっぱりイギリス人もいましてですね、フランス人もいて、フランス人は古かったです、それから、ドイツ人もいました、ロエスレルでしたか、ドイツ人の、これは憲法学者です。この人はね、ちょっとそのドイツの憲法はやっぱり右寄りなんです。国権主義でですね、あんまり民権、自由民権が入ってないんですが、その中では自由民権的な人で、左寄りで、そのためにドイツの学会から弾き出されて日本に来てたんです。で、これのから随分憲法を教わってんの。ロエスレルは明治11年の暮れに来日、伊藤博文の懐刀であった井上小足の質問に答え、プロイセンドイツ憲法を詳細に解説した。そしてロエスレルは6年の任期をさらに6年延ばして、実際に明治憲法原案が起草され発布される時まで日本に滞在、相談役としての重要な役割を果たしたのだった。明治6年フランスから招かれたボアソナードは日本の民法の基礎を固めるのに絶大な貢献を果たしたが、ボアソナードもまたフランスの例を引いて新しい日本憲法のための質疑に細かく答えている。一国主権の国王に属するや国民に属するや、各国の実情を調査するとき最大の関心が主権がどこにあるかであるのは当然だった。ボアソナードはフランスの議会の役割について強調している。これより後明治21年にイギリスから招かれたピゴットは、彼が期待を抱いたように憲法の起草に参加する仕事を与えられたのではなかった。イギリス流の自由主義的な条項を取り入れるための
生き字引の役割だったとピゴット自身が書いている。ともあれ明治15年、伊藤博文は憲法草案起草の準備のためドイツへ出発した。伊藤博文行きますですね、ドイツ行って、したら、ドイツに、グナイストという人でした。これはもう右派の、憲法学者でした。国会なんてものはできるだけちっちゃいようにしろと、あのものはもう正気にするなと、ヨーロッパではほぼ国会があるけどあれは迷惑なだけだということを言うから、その時伊藤博文は手紙に残ってるんですが、それに賛成しなかったわけですね。これはとんでもない人間に会ってしまったと、こんな説を聞いちゃいけないと。でその前かその前後にですね、有名なカイゼル・ウィルヘルム一世ですね、ビスマルクをと相棒になってドイツプロシアを没降させた人、この次のウィルヘルム2世でドイツは滅びるわけですが、大戦争第一次大戦やって、このお父さんの方も相当な右でした。このちょっと博文を読んでですね、好意を持って読んでご馳走してですね、ご馳走が終わってお茶の時間になると、あなたの国はねそういうことや憲法を作ろうとしてるけど、私はそれに対して嬉しいとか思わないと、おめでとうとも言わないと、あんなものはね邪魔だという話をですね、で、まあ、たとえ作ってもね、国会に対して予算審議権なんてのを与えるなとか、つまりいちいち国の財政をねそんな国会に行って決めてもらう OK がなければお金が、政府はお金がない、そんなバカなことするなと、偉い右のことを言うなと、まあ右左の言葉で言えばですよ、伊藤博文これにもびっくりしたんです。で結局ウィーンのシュタインという、バランスの取れた憲法学者のとこ行って、ほぼ自分の考えをまとめました。ウィーン大学教授ローレンツ・フォン・シュタインは明治初めの日本人の有力者の間で国家学、すなわち憲法学の専門家としてよく知られた存在であった。明治5、6年頃から大勢の日本人がいわゆるシュタイン詣を繰り返していたのである。今も残るシュタイン家の名刺の箱がその明治初めの日本の熱気を雄弁に物語る。明治憲法の基本となる貴重な参考意見を寄せた功績により、シュタインは明治天皇から勲二等を賜っている。ウィーン大学の校内に飾られているローレンツ・フォン・シュタインの胸像、そのシュタインでさえドイツ流の憲法学者ですからね、あまりこう自由民権的なことは
大きな要素になってない。それでもまあシュタインは言論も自由だし集会も自由だと、ただしある一定の法の規制のもとにという条件はつくんですけども、その思想を白文が書いてきて、ほぼシュタインの通りじゃないんですけども、極めて違う、基本的に違うのは天皇とカイゼルの違いでした。日本国憲法における天皇は当時の大権は持ってるんですよね。大権、大きな 権は持ってるんですが、実行権は持ってないわけです。カイゼルは大権と実行権を持ってるものですが、独裁者なんですけど、まあ伊藤博文ここで、一つドイツ流を真似して、それが結局昭和の歴史に惨憺たる問題を起こすのは、軍隊は天皇は統率するという一条があって、その一条以上の文書は書いてないんです。例えば内閣総理大臣が指揮するんだとかいうようなことも書いてないために、天皇の統帥すると、そうするとその統帥機関というのは陸軍参謀本部、海軍軍令部、これはいきなり天皇さんに直属することがあって、首相とか行政府とは別になってしまってですね、明治時代の人はそんなこと、国家に責任感を持ってますから、そんな無茶なことしませんけど、昭和になってそれをいきなり自分たちは無限の権能を持ってんだと。で満州で張作霖を昭和初年に爆殺したりですね、勝手に満州人変を起こしたりしたのは、この統帥権に絡むようなことになるんですね。昭和3年に生まれた最高の機密、門外不出の書、軍を動かす統帥の機関とされた参謀本部所属の限られた将校しか閲覧を許されなかった書物、統帥綱領、昭和7年誕生の統帥参考。陸軍大学校に入校卒業して参謀本部で作戦や謀略を受け持った将校たちだけの密約書である。軍隊を動かす権、すなわち統帥権の本質は力にして、その作用は諜報的なり、憲法ほかあらゆる法律とは無縁であると断言している。明治憲法は一般の国務については国務大臣が補出する、つまり最終責任を負うと規定しているのだが、この昭和の参謀本部の書は統帥権は例外だという。統帥権はその補出の範囲外に独立する。結果に関しては議会において責任を負わず、議会は軍の指揮その結果に関し質問、批評、非難する権利を持たないと断定し、しかも統帥機関は軍事上必要のある限度において直接に国民を統治することを得るという。こうして統帥機関は明治憲法による国の中にもう一つ全く別の国を作っていったのである。全く天皇さんはその実行しない存在ですから、それが明治憲法の偉大なる特色といいますか、見事さだと思うんですが、それを悪用する勢力が出てくると弱いですよね。もう極めて優れた憲法だったと私は思うんです。思うんですが、結局歴史には長く耐えられなかったんですね。で、まあ、国会を開いて
さっきの住民権運動というのはそれで電流、電気の強さは弱まってしまう。明治憲法はひょっとすると明治時代だけに、明治期いっぱい40数年だけによく作動したのかもしれんなと思ったりするんですけども、まあ少なくとも私どもが、の先祖が国民、法的な意味での国民になったという点では大きな功績だと思うんですけどね。特に天皇に対して功を要求する、つまり天皇の気分で政治が変わるとか政策が変わるということをしないように、功だけの存在は辛いですよ、ありえないことですよ、生の人間で、その生の人間でに対して功だけの存在にしてしまったというのも気の毒といえば気の毒で、そして一種のその国民国家を作るコアに、これもし、天皇に私権いうか、私権と私の権威のもおかしいですが、実行権を与えてたら日本はまずいことになったと思うんですけども、しかし その明治国家の運営者たちは実に天皇を、まあ中国哲学で大挙と言いますが、大いなる挙、太い挙と書きますが、インド哲学においては空とか無とか言いますですね、無とか空が非常に充実したものであるけれども、数学でいうゼロというんですから、そのゼロを保って実は憲法の実の方はですね、憲法の方の諸条項であると。それで見事にこの何というか、実体化されて国家を覆ってするだけの憲法になっていると。その意味ではどこの国の憲法にも明治憲法のような憲法はないんじゃないでしょうか。だから明治天皇も大正天皇も昭和天皇も本当に気の毒だったと思います。徹し抜いていかなきゃいけませんし、閣僚、首相以下の閣僚がそれぞれにおいて天皇を保逸する、これは日本憲法だけの法律用語ですけども、保逸する、要するに最終責任は各級の国務大臣および首相ですから、で名前だけは保逸、助けるというお助けするということですけど、実際の責任はその各総理大臣止まりになってるわけですから、で彼らがしっかりしてないとこの憲法は維持できないわけです。彼らがちゃんとした道徳緊張と国家の現状と前途に対する責任感を持ってない限り明治憲法というのは維持できないわけです。でそういう優れた人間が首相や閣僚になるはずだという前提で出来上がってるわけです。で野心がないはずだということで、つまり昭和初年の陸軍のような野心を持たないと、彼らは持ってないと、何かのイデオロギーで取り憑かれてないということで明治憲法は作動することができるわけで、それ以外には例えば私を持ち込んだ首相だとかですね、ある種のイデオロギーの奴隷になってる陸軍大臣とかいうような人が出てきたらパーッとこうある、こいつ最終責任ですから陸軍大臣が思いのままになっちゃうわけで、それぞれが思いのままになるけれども、それを抑制するだけの時代の気分が明治にはあって、明治時代の偉大さはそういう抑制、史的なものを抑制するということだったろうと思います。明治憲法にそれはよく表れてて、それはもう何代も続いたらダメになる社会になっていって、それはダメになるんですけども、やっぱり明治憲法にも明治の心の表れがあるように思いますですね。もうこれでそろそろ私のこの長く続いた話も終わるわけですが、ずっと振り返って明治国家というのは何なんだだったの、まあ、それについて喋ってきたわけなんですけども、
総括せよと言われると、やっぱりこれは ジャカルタの人にもですね、ネパールの人にも、スリランカの人にも、あるいは中国やその他の国々の人たちにも聞いてほしいと思って喋ったんですが、やっぱりよくやったと思いますですね。世界史の一つの奇跡だったと思いますですね。全く違う系列の文化の中から出てきて、とにかく法的国家としての形を整えたと。しかも短い間に、ね、大した経済力を持たずによくやったと思いますが、そう、まあ、その後だんだん、つまり明治の心というのは日本の連合でいうと大正昭和になっていくと非常に干からびたものになっていって、内村鑑三や新渡戸稲造における芳醇さもですね、何もなくなっていく。どうも寂しくてですね、こんな時代じゃなくてこんな国がありましたよと、明治国家という国がありましたよということを知ってもらいたいと言いますか、まあ私はいつもその喋りながら、マニラにいる人も、それから、ブータンにいる人も、何かひょっとしてこのテレビを見るんじゃないかと思って喋ってるんですが、別にその明治維新を参考にしてくださいっていう意味じゃなくて、それぞれの国はそれぞれの歴史的なあの因果によって出来上がっていくもんですから、よその国の例はあまり役に立ちませんけども、それなりに、よくやったと言えるのは道徳的緊張というもんですね。管理にも国民にもあった明治時代の特徴である道徳的緊張、まあ普通の言葉で言うとモラルのことですけども、単にモラル言うと道徳だけのことになりますが、やっぱり一つの緊張、道徳的緊張というものをモラルだとすれば、これが作った明治国家を作ったんじゃないでしょうかと言いたいために、これならね、どこの国の人がに聞いていただいても普遍的ですから、道徳的緊張のみが、つまり何その社会を変えたり、その社会をちゃんとしたものにしたりするものらしいなと。そうすると今の日本はどうですかと、すぐそんな話になると生臭くなりますので、とにかく私どもの祖父曽祖父が過ごした明治国家というもの、そして切り離して、日本と切り離して単独の、つまりサンプルとしての人類の一つの遺産としてのですね、明治国家というものをくどくどと飾ってきましたけども、繰り返し言いますように、当時3000万の人口がありました。3000万が何かが道徳的緊張というものを持ったんじゃないかと。それが明治の奇跡という言葉を使うとちょっとナルシズムめきますけれども、まあ奇跡という大層な言葉を使いますと、明治の奇跡を作ったんじゃないかと、そういうふうに思うんです。なんだかこう結論であまり演説しない方がいいもんですから、この辺でやめます。